あーどうもチャンネル隊長の隊長です。おはようございます。おはようございます。はい、今日はね、我々今からちょっとね、お出かけします。今日はね、ちょっと友達のね、車の納車にちょっと立ち会いてということで、はい。勝手に。そう、おとついの夜決まったもんね。そう、久しぶりにちょっと友達に電話したら、日曜日に車納車されるんだって、じゃあ行きますって言って電話ブチって切った。行きます。行ってきます。どうも、皆さん。はい、やりますよ。行きますよ。はい、どうぞ。どうも、皆さん、こんにちは。お久しぶりです。はい。みんなね、いにしえのチャンネル隊長視聴者だったら、みんなピンとくるんじゃないかな。ね、懐かしいっすね。野生の整備士タルル。懐かしい。あの時のレボーグ乗りのリピュースさん。はい。あの時の17万キロの86の人、はるばるさん。17万キロの86の人。はい。今日、このはるばるさんのですね、納車ということで、みんな集まりました。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。はい、ということでね、どうしようかな、これどうしようかな。行こっか。行きますか。とりあえず行きましょうかね。はい、キリンさんでね、ここで。ああ、来たお兄さん、買わないですか、スープラ。スープラ買わないですか。買わないですね。買わないですか。お金欲しいですね。欲しいですね。宝くじ当たってくれますか。宝くじ当てましょうね。GR ヤリス、この赤いいね、これ。このさ、赤にさ、この黒いホイール、やばいっすね、これ。おい、実車こんなかっこいいんだ。あ、なんだ、本当だ、なんかキラキラしてかっこいい。まあ、楽だからさ、こういうさ、こうカーボン調なんでいいよね。うわ、本当だ、うわー、若いな。かっこいい。ハッチバック、こういうの乗りたいな。あ、秋尾社長のサインですね。やば、280馬力、ビッツで、もう名前ヤリスだけど。いや、すごいな、排気量転6。え、これどういう原理。これどういう原理。すごいな。あ、ターボが、転6のターボで、転6ターボ3気筒。ああ、ひねり出してるわ。ひねり出してる感がすごいな。でもどんな乗り心地なんだろう、気になるな。乗れる。試乗車あります。したいな。え、いいじゃん、なんかシャア専用みたいな感じ。どうですか、赤いヤリス。赤いヤリス、赤は嫌だ。嫌だって。いや、いいな、これネオジオンのマークつけたい。おめでとうございます。おめでとうございます。あー、すごい。記念撮影おじさん、もう長い。すごいな、行きます？うん、まあちょっと荷物を移したいもんで。そうね、そうします。ちょっとね、協力してる。いや、マジで何のおっしゃるか聞いとらんかったからさ、うん、驚きですわ。え、カロスポ？そう、カロスポ、ハイブリッドね。あ、かっこいいな。引っ越しをモリモリに持ったもんで。かっこいい。やりますね。すごいな。いや、おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。本当。すごいな。まだ車好きでも希望ナンバーがこれ。ほとんど同じって人あんまいないんじゃないでしょうか。すごい。こうするともうこれだもんね。本当だね。いや、これひらがなまで一緒ってなかなかすごいな。すごい。これ多分ちょっと早かったらさ、多分ラじゃなくて、その1個上の、あさったな、のとか、ほうなのかな。おみんなガチ撮影、みんなガチ撮影。何この撮影会、何だこの撮影会は。すごいな。これだったらどんだけ乗ってもね、パーツは多分これから出るだろうし、うん、
修理部品も多分止まらん。安定のカローラ、安定の50万キロ50万キロはさすがにじいちゃんなっとるわ。前の86でほぼ25万キロ、ほぼ25万キロ。この人がこれ乗ったらどこまで行くんだろうね、本当に。これ何キロ走る？航続距離。航続距離満タンで。満タンでなんかすごいとなんか4桁いくらさ。4桁？セーフ走れる。そう。そうなの？燃費走行頑張れば。普通で800とかいける。普通でも十分すぎるよ。やば。800はえぐいわ。車で400走ったらええとこやぞ。400しか行かない。すごいな、普通の車の倍走るんだ。倍走るから、作るときは置いといて、走るときは環境のいいハイブリッド会社。なるほど。あのマイナーチェンジで、これが2020年の6月以降の車体なんだけど、その前がニッケルだったので、電池が。寿命があんまりよろしくないですね。で、それがリチウムに変わったもんね。へー、さらにちょっと耐久性の面も良くて、あ、これだ。うちの掃除機と同じ電池積んでんだな。掃除機と。掃除機。なんかこのねカローラのこの C がなんかちょっと犬の鼻みたいでちょっと可愛いよね。ちょっと可愛い。あれなんかここ。あ、なんかね、あ違うんだ。レーダークルー。あー、そうそう。あ、じゃあこれ壊したらめっちゃ高いやつじゃん。めっちゃ高いやつだもんね。やばい、まあ、壊した時にはねトヨタエンブレムにねこれ海外仕様のやつあるもんね。ほうほうほう、それがいいかなーって そうなった時は。すごい、こっから出てんだ。そうぶつかっちゃいけない。いや、ぶつかっちゃいけない、これ怖い。もうねカローラだけどね、作り的にはさ後継者にちょっと近づいてきてると思うんで、うんうん、だってレクサス確かエンブレムあれぶっ壊したら10万とか。そうそうなんでしょ、確かね。うーわ、怖っ。怖いな。雑に扱うことになっちゃったわけですよ。いやー、すごいな。雑に扱いますよ。トラック感じだけど、うん。